アバウト、これについて。スタート。This program contains。これはフリーの。連敗。これは連敗というソフトじゃない。連敗。てんてん。すごい。ふみあきさんっぽいじゃん。Hey, wait! 待って。行っちゃう。僕なの。Wait up, please! 止まって。カンカンカン。あなたが、私が何をしてるか分かりません。耳が、音量が。I don't know what I'm doing. 何をしてるか分からない。レンディゲレンディゲレンディゲレン。待って。私のことを分かっているのはあなただけだから、私に何をすべきか教えて。あ、間違えて飛ばしてしまった。戻せるのか。やった。でもあなたは答えを知っていますよね。アフターオール。電車が。はい。私は。ガタンゴトン。猫ちゃんの財布。猫ちゃんの手帳。猫ちゃん手帳だ。トゥデイレーティング。今日の調子。ポストオフィス。ツール、あなたの部屋を離れるって書いてるよ。部屋を作る。難易度ありえない。あなたの郵便小包。新しい携帯電話の充電器を購入する言い訳をしないで。午後4時までにやって。お願い。Oh, why am I doing this? なんでこんなことになったんだ?誰を騙しているんだ ?2000 円と書いてある。これらのページの半分は綺麗です。実際に役立つより馬鹿げた本を購入して、費やした2000円を無駄にしないという義務からこのリストを書いてます。手帳を2000円で買った義務でこの手帳を頑張って書いてるの。あなたは昨年どうにかして自分の人生を直そうとした。だからこの本を買ったのに一度も使わなかったじゃないか。その前の年はどうだったんだ?そんなふりはやめて、恥ずかしいから。私は I wish I wasn't going today。 今日行かなくてよかった。また再発している気がする。鬱が再発しているの。再発しているような気がする。何年も経ってようやくその場所から抜け出すことができました。自分らしくいられる場所を見つけた。私は止められないと感じるはず、幸せを感じているはずなのに。害っていうのはもしかして自分にしか見えない第二人格なの。代わりに私はただ迷いを感じているのです。います。今友達に会ってどうやって笑顔を作ればいいんだろう。ちょっとでも会場に出すと軸がぶれる気がする。プレゼントお願いしますが読み込んじゃう。長年お忘れ様になったからこそこんな姿は見られたくないのに。せっかくサポートしてもらったのに、またスパイラルに落ちてしまう。そして私はこれについて考えるのが馬鹿げていることを知っています。それでも、多分私は間違いを犯した。ボイス。それでまた自殺したいのか?しつこいな。ガイが来たよ、ガイ。よっ。元気だったか?何?それは私です。あなた、なんか黄色い建物がある。あなたは私を認識しませんか?ソーリー、誰? Wait, it's you. 待って、あなたは、なぜここにいるの?私?私はいつもここにいるよ。俺か。こんなことしていいのか、本当に気が気でならないんだ。この間ずっとあなたが私に言わなければならなかったのは、今までずっとそれしか言ってくれなかったのに、
なぜここにいるんだ？あなたは本当に立てなきゃ、それを立てなければならないのか？理由は分かっているはずだ。私はあなたのことをずっと前から知っている。いい友達のふりをしないで。あなた、お前は俺を見捨てたんだ。再会しよう。自殺したいんでしょ？自殺したいと出てくる第二人格なの？いや、私はもっと複雑なんだ。私は何もするつもりでもない。プロバブリー。おそらく。実際にはかなり、割と単純なこと、いつもと同じでいいんだ。とにかくあなたは何が欲しいんだ？何もない。調子はどうだ？そうそう、今日は友達に会いに行くんだろう。君のような人のためにわざわざ東京まで来てくれるなんて、いい人たちじゃないか。よっぽど気になってるんだろうな。私は彼らに私を、こんな姿は見せられない。ホームセンターがある。本当、彼らはあなたがこれより、彼らはこれよりはるかに悪いあなたを見たことがあるはずだ。それは何年も前だよ。それでも昨日のことのように感じるだろう。あれは過去、これは今だ。過去、あなたは古代のように振る舞う。ここで話してるのはほとんどナポレオンではない。何？そしてあなたはその痛みがどのように感じたか覚えてますよね。だから、それが理由。あなたはディックです。あなたはそれを知っていますか？お前最低だな。Just a voice cry, chiming in. 声を出してタイムを鳴らせ。あなたが私に尋ねるなら、私はここではただの手助けに過ぎない。私はここで助け舟を出したに過ぎないのさ。あなたはそうだった。そしてあなたは私の友人だった。そうじゃなくなるまで。何？必要な時にまだお互いのそばにいなかいように言うのはやめてください。私はいつもあなたのためにここにいるよ。これは何なん？ It's been 6 years.6年経ったんだ。Has it now? 今は？はい、そしてあなたがいなくなった間に多くのことは変わった。とりあえず大学は卒業できた。私は働いている国と大陸を移った。信じられないかもしれないが、私は今自分のことをしっかり持っている。知ってるよ。それでも。成長した、元気になった、そんなこと、良くなった、そんなんじゃダメだ。あなたは少しでも私を信じることができるのか？アスホールと言ってる。せめてアホにならないようにする能力はあるのか？私、俺か。Depend who's asking。場合による誰に聞いてるのか？私は神に誓う。心配すぎだ、落ち着け。リラックスしろ。流れに身を任せて何が起こるか見てみろ。そんなに緊張すんな、やめろ。いいやつじゃん、ザガイ。あなたがどっからともなく現れなかったら、私はそれほど緊張していなかったかもしれない。こいつのせいだった。私はこれ彼らと一緒にいると思いますが、私がミートアップから戻ることはできなかった。私はここにいるのはあなたが自殺を考え始めたからさ。分かっているはずだ。とにかく計画は何だ？最初に何をする？ああ、私は彼らが今すぐ黙ってしまうために、今頃黙ってくれたらどんなにいいか。私たちは電車に乗っている。電車に飛び込むというのか？沈黙の中で、分かったか？無言で分かったか？着いたら教えるよ。ソールート。何も喋らない。
はあ。結局この日記を使い始めることはないかもしれない。このリマインダーは私に考えるべきことをたくさん残してくれた。何年も経って彼らは戻ってきた。もう二度と会わないと思っていたのに。私は良くなってると思っていた。なのになんであいつはここにいるんだ？ビープ。日本語の雑踏が聞こえる。ついに成功したんだ。成熟に包まれて気が狂いそうだった。永久にできなかったのは残念です。永久に。ほら意地悪しないで。このように私たちのささやかな会話を楽しみませんか？気分が良くなったら嘘をつくことができるのか？わ、渋谷来たわ。渋谷カムバック戻ってきた。私は決して離れないよ。どうして戻ってきたんだと言ったのかな。私たちは何年も話したことはなかった。私は考える限りあなたは私を捨てた。それは正しいことだった。その上あなたが私との再接続を、私と再会したようとしたわけでもないだろう。メッセージを送ろうと思わなかったし挨拶もしなかった。俺がどうしてるか見てたか？わかるか？私が言ったように、私たちは最後に話して以来、多くのことに、新しいことに挑戦している。新しい友達もできたんだ。そして他の人を失った。たわごとだよ、たわごと。あなたは疲れているんだよ。お前は疲れている。私は今働いています。大学卒業までは実質的にそうで、卒業後はここで続けている。しかし私はそれらに誇りを持っている。素晴らしい。それは良いな。いいことだ。睡眠は十分取れてるか？休憩は取っているか？だってひどい顔をしてるからな。わあ。最初は私の一日を台無しにするために這い上がってきて、今度は私に説教か。まるで私の母みたいだ。はい。そんなさりげなく彼女の話を持ち出すとは驚きだ。彼女？マイマム。彼女がびっくりしてカミングアウトしたことで、あなたは彼らの人生から、自分たちの生活からあなたを排除しそうになった後でしょう。カミングアウト。急に事件前に戻ったわけじゃない。今の時点でもう完全に信用することはできないと思う。しかし私は今何千マイルも離れたところにいる。その距離こそが私たちの関係に必要だったんだ。私に全てを弁護する必要はない。そうではないかもしれない。言われてもまだいいよ。やっぱり行ってみるもんだよ。とにかくこの駅から出よう。私たちが道を塞がなければ。このままでは窮屈すぎる。道をリードして。わあ、渋谷だ。マスクしてないにしてるね。マスク、コロナ期間だ。じゃあ日本か。ここにいるとリアルに感じるよ。子供の頃からの夢はついに叶ったんだな。そうだな。夏に引っ越してきて半年ぐらい住んでいる。渋谷スクランブル。大人になってから東京のアイデアは、私にとって東京というイメージが私の全てだった。いつの間にかスクランブルがその夢を象徴するようになった。このスクランブルに憧れていたの。脇道、公園、お店、ファッションで人々を見つけることができる。人混みに紛れ込んで大きなものの一部を感じたりできるような場所です。仲間。この人は、この作者さん、多分この人だけども、多分現在は女性です。自由でいられる場所、自分らしくいられる場所、現実にはなかったかもしれないけど、そのイメージはある意味私にとって奇妙な
希望の光だったんだ。この人は別なのかもしれないけど。どうなんだろうね。私はいつもこの神秘的な場所に生きた血を吹き込んだゲームやアニメに魅了され、兵所恐怖症の子供時代の寝室から、束の間の脱出を果たさせてくれた。自分らしくありたいと絶望していたこの無知な10歳の子供にとって、それはクールの象徴のように感じられた。見知らぬ街でほんの少しの間だけ、悩みから解放されたふりをすることができたんだ。なんか音楽が鳴ってる。ピピピピンピンピン。ざっと聞いてしまうわ。ここに住み始めるずっと前から一度も訪れたことのない第二の故郷だった。ちょっとダサいけど認めるよ。今でもファッションの極みに身を包んだ人やスターバックスに駆け寄る10代のグループを見てボーイズハントについて興奮して、ボーイズハントの話で盛り上がりながらスターバックスに書き込むティーンエイジャーを見るたびに、そのような瞬間はかつてこの年を定義していた無邪気な考え方に戻り、迷子になった子供がこの街の架空の境界線にいる感じた理由を思い出すのです。ボーイズハントの話をよくしてるような、そういや女性って、女性。スクランブルは人種のルツブであり、主張することも敵込むこともできる。何千もの目を引いて自分の方向を見ることも、荒野に隠れることもできるんだ。あなたが育ったあの小さな町とはこれ以上ないほどに違うな。 You can say that again。 もう一度言うことができる。まずここには一応20人以上住んでいるんだ。20人以上。渋谷ほど賑やかになることはない。正直なところ時にあっと横に立って全てを吸収できる。わかった。世界があなたを通り過ぎるようにしよう。それはわかるんだけど、世界に流され今を大切にしろ。並び替え。私は人々を見ます。なんとなく私は人間観察をしている。サウンドボーリング、つまらなそう。まあそれはエキサイティングではないよ。でもちょっと不安な時は自分の頭から離れたい時にリラックスさせてくれるんだ。毎日何百万もの人々はここを訪れるけど、ここで再び誰かに会う可能性はほぼゼロだ。東京は人が多いから人間観察をしても怒られないよね。田舎でそんなことをしたらもう絶対に喧嘩売られるよ。喧嘩売ってると思われて殴り合いの喧嘩になるよ。家に比べてここは賑やかで生きてる感じがする。そしてそんな彼らを見ていると私もほんの少し生きてるような気がしてくる。何百万もの馴染みのない顔を毎日毎日見ているけど、みんな違うのに見分けがつかない。ずっと見てるとそれぞれの人の小さな癖や複雑さが分かってくる。十分に多く長く見てるとその人について多くのことが理解できる。それはほとんどゲームのようなものだよ。おう、見てください。彼らは交差しようとしている。そうすれば私が言いたいことがわかるだろう。妹の Wi-Fi。 僕のこと分かった風に言うなって言ってる。僕ら以上の僕ら。ここでは自転車に乗った家族がいますね。おそらくここではそれほど遠くない場所に住んでいる家族で、全てのベッドルームを通過するのに慣れている。この車で渋谷を、すごいな。ずっと目の前に観光客が、それらを憎しみ、憎まない。憎しみは強い言葉ですね。おそらく憎しみは少し行き過ぎてるかもしれません。でもどっかに行くために通り過ぎようとするとき、彼らはいつも迷惑な存在だ。彼らはただそこに立って道の真ん中で写真を撮っている。こっち？写真を撮っているの。それはそれでいいんだけど、人混みの真ん中で前触れもなく歩みを止めたせいでうっかり人にぶつかりそうになったことがあって、私は
少し些細なことのように聞こえるかもしれないけど、沈黙の抗議のように気づかないふりをして、彼の写真のいくつかを写真を見るようになった。今誰がディックだ。 OK、 誰がクソ野郎だろう。 OK、 ちょっとクソみたいなのは認めるよ。でもちょっと満足感はある。わかるか。それにいつもそうしてるわけじゃないんだ。偶然やってしまうんだ。手遅れになるまで気づかないこともある。しかしそれは重要なことではない。ここに長くいると一目見ただけでその人がどんな人かわかるようになる。すごいな。音楽ファンは私の年収いくつかの音楽ファンもウィンドウショッピングをする人たちも私の年俸を高値のバッグに追い込む金持ちの子供たちもそれぞれ違う金顔をしている。ちょっとやりすぎだと思わないか。少しこれらの見知らぬ人があなたがどのように道路温暖するかに基づいてあなたを精神分析し始めたらあなたはどう思う。リラックスして、それはちょっとの楽しみだよ。ちょっと楽しんでただけだから落ち着いてよ。私は二度とこれらの人々に会うことはない。その理論を確認することもほとんどできない。デタラメを言ってるかもしれない。外見に基づいて見知らぬ人を紹介し始めるのは少し奇妙ではないか。私は真剣に誰かを判断してるわけじゃないんだよ。ただの暇つぶしだよ。私は直接会う人にはしないよ。飽きるんです。待ってる間推測するのが楽しいんです。観光客を除いてミッドルなんだから周りの人も考えてどこに行こうとしてるのかお願いするよ。お願いしますよ。少しシニカルに見える。ひねくれてるように見える。あなたも外国人だし、それだけで相手は観光客だと思ってるんじゃないか。いつから本気になったの。私はここにいる私たち二人の中で大役の人だと思うのはどうか思うけどね。私はあなたが嫌な奴だと言ったんだ。あなたが最低の人間だとは言ってない。この件については負けは認めないぞ。ライト、サティスファイフィールド、満足？私が正しく理解できるようにあなたはここに立って人を睨みつけ、そして楽しんでる人を変な人だと思い込んでいる。あなたはフミヤキさんじゃないか。これ以上エキサイティングなことはないんじゃないか。それはここに来る唯一の理由ではない。私はそれほど無力じゃないよ。お店をブラブラしたり友達に会ったり、ただブラブラして行くつく先を見てる。こうしてどっかで時間を過ごすことは精神的にも逃避できるんだ。だから逃げるんだよ。 What? No! 何？つまりそれはあなたが説明していることだよね。医者の人に忍び寄ってないときは自分の問題を避けるために実質的に何でもしてるんだ。地球の裏側まで走ってきてまだ走るのをやめられない。ここでの計画は何だったんだ。なぜこの日本に引っ越してきたんだ。またすでにそれを知っているはずだ。子供の頃から やりたかったんだ。アニメや日本のゲームが好きで大学では語学を勉強してここで働きたいと思っていた。あなたの夢は働くことだったのか。なんてつまらない。お前の夢は海外に住むことを夢見ることは決して退屈なことではないよ。ほとんどの人はある日偶然に落とされたクソ田舎で生まれ育ち生き死んでいくんだ。彼らは成長し変貌で満たされない結婚生活の中で 2,3 人の子供を産み、そして孤独な夜にワインを飲み愛のないセックスをして死んでいく。まあ、あなたの夢は何なんだ。その通りだが景色を変えただけだろう。生まれ育った小さな町でなく富士山の写真を背景に貼り付けて、いわゆる夢とは何が違うんだ。それ以上のものはあるよ。じゃあ違いは何だ、はい、日本に来て日本だったら日本酒になっちゃう、焼酎になっちゃう。
日本に来て就職して落ち着いて、それからどうするんだ。私の見る限り次のステップはないように見えるけど。あなたが言いたいことは言ってください。あなたがお前が好きそうな人たちを卑下したり歩道から批判したりするよりはずっと悪く聞こえる。少なくともあの人たちはたとえ叶わるままであっても夢を持っているだろう。あなたのために、お前のために数週間の就職活動と幸運な面接、これで決まりです。あなたはいわゆる夢の現実のものとなり、地面に落とされるまでの60年間の方向性のない生活の準備ができている。それともまさかここまで来るとは思ってなかったのか、まさかもう一つの夢が必要だと思わなかったのか。ここまでたどり着くまでに何年もの作業が必要だったが、これで稼げたよ。自撮りしている。自撮りマン。まさにその通り。足を踏み入れた途端に夢が終わってしまうようなことに時間ってやつなんて。ここに住むことができるのか。どうしてそんなに逃げる必要があるんだ。私は彼だから逃げるためだけにここに来たるんじゃない。あなたは私に嘘をつくよりよく知ってるよ。だからたまに立ち寄ったクソ穴の、たまたま落とされたクソ田舎は単なる一通り一辺のコメントだと思えばいいんだろう。家庭の果てし話か。ほら、そういえばあんたがこの古い場所があまり好きじゃなかったの。あの古い建物があまり好きじゃなかった気がするな。ここに少し到着してると思います。ちょっとリーチはかかっている。そうではない。そうじゃない。つまりそこでの昔の生活が特に楽しかったとは言えないんだ。そして遠くから振り返ってみると、どんなことがあってももうそこに戻れないという気持ちが強くなってくる。それは控えめの証言だが、俺を責めることはできない。私も俺も責めることはできない。逃げることは諦めることを意味することじゃない。距離を置くことで親との仲が修復され始めたと以前言っていたな。解放に向かってる。それは何かですか。すべてのプラス点を見つける必要があるのか。あの日何があったかはあなたは知っているはずだ。時には相手がどう反応するか分かんなくて、拒絶されるかもしれないということも。時々何か言わざるを得ないような方法で物事があなたを食い物にしている。自分が誰であるかを一日でも隠すことはどういうわけか、はるかに苦痛だったんだ。そう思うなら、お前は楽しいことを、正しいことをしたよ。なのにどうして後から振り返るとほんの少し後悔しているんだ。心配したようにすぐに拒絶されたわけじゃなく、追い出されたわけでもない。でも彼らの失望は同じくらい痛かった。安全かどうか、追い出されたらどうか、どうなるか分からなかったんだ。今思えば何の計画もなく発言するのは良くなかったと思う。しかし私は彼らに言った後、分からない。私の一部が彼らがこの考えを敵対しても大丈夫だと思った。傷つくだろうけど適応できる。新宿行かないのかな。少なくとも当時を乗り切るためのサポートネットワークがある。通りです。次何が起こるか分からないという計画はないけど、少なくとも全てがうまくいかなかった場合、反対側にソファーが待ってることは知っている。嬉しいけど誰が怒った。両親があなたをどれだけ愛していたか、顔系で話していたり、あなたを失ったことがどれだけ痛かったかを話しているのを耳にしたら、あなたはどういう反応になるだろうか。突然彼らは、私は彼らの模範的な子供から、彼らの絶望する普通の生活が起こることができない辛い負担になったんだ。彼らは何も問題ないと言っていたのに、私が話すと目から喜びが消え、二度と戻らなくなった。そして今私たちはここにいる。
距離を置いて私は再びコントロールできるようになった。もう彼らの判断にとらわれることはないし、そのことで少しでもそのギャップを埋めることができると思っている。でも良くなったとしても、ここに来たとしても、なんか変なボイスまた来た。ライフカード。だってこの会話結構長そう、すごい長そうな気がするよ。もう一度尋ねるよ。何か逃げているんだ。自分自身からさ。ライフカード。本質を言うと自分から逃げていたと思う。自分自身。これ終わらないんじゃない？今日。数時間かかりそうな気がするんだけど。どうでしょう。説明するのは難しい。数年前日本への移住に決定したとき、私は全ての答えを見つけたと思った。もし私が日本に引っ越したら、その痛みを置き去りにできるかもしれない。しかし私が到着すると、すぐに私は古い家から縛られていた。いられると期待していた解放感が薄れた。いや、ここに来たことは後悔していない。その人は離れる人を必要があった。古い家に閉じ込められていたの、いたから。彼らは自分たちを孤独にし、怒り、恐怖を残す場所と空間から唯一可能な逃げ道を確保した。彼らがかつて持っていた美しさの全てを失った世界に、彼らが怒りをぶつける原因となった場所だ。まあ少なくとも私は彼らのあの刃物を手放した時、別の対処法を見つけた。それは少なくとも何かだ。あの人は私を怖がらせた。私は自分の最悪な状態を知っている。そしてあなたもそうだ。この前こうして一緒に話した時、あなたはそれを目の当たりにしたはずだ。自分がその時点で戻っているのを感じることができたので、離れるか退散するか私にとってほとんど選択肢ではなかった。帰る、戻るという選択肢はなかった。だから日本に来たんだな。エグザクトリー。しかし それにより安堵は一時的なものだった。ちょうど横断歩道を曲がったようだ。歩きながら話をしよう。進路を塞いじゃっている。新しいパートが来た。自分から逃げるために日本に来たということか。より正確には私が恐れていた人になった。新しい環境はその考え方から抜け出すのに役立つと思ったし、実際そうだった。しばらくの間は、しばらく？そうですね、私はいい日を過ごしている。そして、あなたの悪いもの。かなり悪いもの。ネマンジ。ネマンジがあるよ。いつも幸せな人はいない。幸せか不幸せという話ではない。心地よさを感じ、前進していると感じること。それどころか私はただ後退しているように感じる。友達の話や電車のアナウンスで飛び降りる人の話を聞いたり、時々ヤクルトが聞こえた。さあ、あなたは。あなたは理解している。少なくともそれは答えではないことを知るには十分。あなた自身が過大評価をしている。私はあなたの考えを知っている。こんな私と言い争うつもりなのか。あなたは決して慣れてない。私はただの声さ。チャイムイン、知ってます。分かってよ。死にたいと思った時に相談した自分の一部なのに、また自殺したくなったらやめてくれと懇願するためにここにいるんだな。やはり自分の一部。じゃあ死にたいと思ったらどうしていつも私を止めるんだ。今日友達に会えないようなことがあったら失礼じゃないか。体はあなたを待っているはずだ。あなたは質問を避けている。しかし死について話し始める前に、その詮索好きな声は何か飲み物を買ってこいと言ってるんだ。私はあなたがどんな人か知っている。この天気では水分を補給した方がいいだろう。
ほら、踏切の先に自動販売機があるぜ。はあ。どこに行くの開催知ってますか？私はあなたの内なる声だ。インナーボイス。覚えてる？あなたと同じように私もここにいたんだ。何を迎えてるんだ？俺が払うよ。じゃあ適切な飲み物が必要です。ノットウォーター。水でもない。あなたが現れる前から私は崖っぷちで立たされていた。今日の残りを我慢しなければならないなら、もっと強いものが必要。はは。勇士は？確信してる。あなたはお酒が苦手だ。いきますよね。ファインファイン。大丈夫大丈夫。払うよ。Is what money? 何のお金？あなたのお金で。他にどのように購入する？私たちは同じ人だよ。よくまあ毎日話したものだ。一日が終わる頃には頭が痛くなりそうだ。私はただ優しくしようとしているだけだ。とにかく行こう。前に冗談を言ったのを知っている。飲み始めるのは少し早すぎないか。特に予定があるときは。その上、あなたに対処しなければならないことを知る前から今日は不安と緊張でいっぱいだった。不安を癒す何かがなければ今日を乗り切ることはできない。そしてアルコールは答えか？つまり役に立つ。特に私が不安でイライラしていて戯言のように感じている場合、現時点でこれら全ての3つの真ん中にいるような感じ。そしてあなたは私がなぜここにいるのか疑問に思っている人だ。どういう意味だ？俺が言っているのはあなたはここでこの件に関してほとんど役に立ってないということだ。もし人に会うために外出しなければならなくなったとき、緊張を和らげるためにアルコールが入ったものの方が自分のことを過剰に分析せずに済むので快適だろうということです。あなたは私をアルコール依存症のように聞こえさせる。ファックオフ。やめろ。アル中じゃん。リラックスしてください。冗談だよ。そうでないことは分かってる。心ないことを言ってしまったな、ツネさん。他の人と一緒にいるときは、一度きりです。そして一人で飲むことは滅多にないけど、他の人と一緒の方がリラックスできるね。神々です。不安を遠ざけさせてくれるような。ビレッジヴァンガードじゃないこれ。ビレバン。ほら入ってみよう。見渡してくれ。何が手に入れることができる。反対に材料がない。いい感じ。そうは言っても私はまだこれがいい考えだとは思わない。これあなたの意見を求めてるわけじゃない。わかった。いいですか。少なくとも私のためにこれに答えてください。何？あなたは自分が憎んでいる？わあ、ためらう。あなたは迷いがないな。というのはちょっとぶっきらぼうな聞き方だね。つまりうまくいくよね。要点に到達する。なぜ自分を殺したいのか正直に言わないんなら、少なくともなぜ自分を憎むのか私に話すことから始めてくれ。コンビニ来た。手前取り。すぐに食べるなら手前を選ぶ。手前取りにご協力ください。血のり、血具材。これほど単純ではない。それにもう答えが分かってるのに、それを私に言わせる必要はあるのか？自分で言ってほしい。渦巻く言葉を言葉に変えなければならないとき、新しい視点を得ることができる。ちなみに、おにぎりもついてくるよ。シュワ。
日本のおにぎりはうまいよな。コンビニのおにぎりほど美味しいもんはないわ。というか、いくら自分を騙して自分がいると騙してたとはいえ、それまでの生活を捨てた瞬間に急に自信がついたわけじゃない。都会のコンビニは数が豊富だな。マジで確かにたくさんあるな。カミングアウト後の最初の瞬間、自分の一部を隠す必要がなくなったんだろう。それでもようやく全てから一歩離れて心機一転する瞬間ができたんだろうか。正直なところ開放的だった。うん、引きこもりなんだかって言っていた。解放されましたが、私は自由ではなかった。お酒コーナー来た。ストロングゼロ。今までできなかったことができる自由と、他の方法では絶対にやろうとしなかったことができる。用意になるのがごっちゃになりがちです。ストロングゼロって胃が強くないと無理じゃない？皆さん胃が弱いからストロングゼロダメだわ。これはお酒。日本に着いてからたくさんの新しいことに挑戦し、全てが刺激的に感じられた。でもその間に人間的に成長できたかというと、そうではない。今までできなかったことができるようになっただけだ。それらは新しい経験だったけど、それが今まで我慢していたからだよ。それが私たちをここに連れてきました。地球の裏側であるこの国に住み、かつて私を縛っていたものから全て離れることができたんだ。それでこれまで以上の孤独を感じた。孤独になったのか、逆に鎖で拘束されるけど、金箔は心地よさを感じることもある。痛いかもしれないけど、ロープで拘束されることで抱かれてるような感じになるんだ。私は一人じゃなかったんだ。そして今、あなたはそれらの鎖から解放された。それ以上、中毒や脅迫観念のように感じるほど、他の人と一緒にいることの快適さを絶望している。ホームシックになってしまったのか。ストロングゼロを選んでるわ。ストロングゼロをよりによって。ドリンクはあなたがより良かった。ゲットミーアストロングワン。強いものを手に入れてください。シュア、レモンで OK か？いいか？ OK。ストロングゼロの 9% を買うなんてやばいな。お酒強い人じゃん、これ絶対。友人からのサポートを受け入れることは悪いことではないと思う。そうではない、正直。そうであってほしいけど。それはむしろ新しいゲームを手に入れたとき、突然それを手放せなくなるっていうことがあるだろう。しかし、ある時点であなたは、ある時から没頭しすぎちゃうんですよね。人生においてもっと重要なことが、自分の健康がないかしろにされているのに、一歩離れた瞬間にプレイすることを、から離れて引け目を感じてしまう。知らないうちに余分なアイテムを購入して、それがあなたの命を奪っている。突然そのゲームで過ごす時間は、楽しむものだけでなく必要なものになる。喜びをもたらすものではなく、糧をもたらすものになる。それが私の気持ち。どういうことや。私が行っている全てのこと、自分では失敗していると思うのです、思うけど、まだ自分の可能性を超えて、実際に自分を高めるということができていない。その代わり、私は全ての価値を他の人に置く。だから誰かとつながりの瞬間があるとき、私は手放せなくなる。ストロングゼロをようやく取ったよ。まるで依存症。そうだよ。ほとんどの場合、ロマンチックでも性的でもない。どちらかというと、キネをするためにはこれが必要という意味でもっと悪いかもしれない。依存症のようになる。
その通り。そしてそれが健康的ないことは知ってるけど、単に知ってるということと、それを変えることは別のこと。できればいつも彼らと一緒にいたい。他の義務は何であれ、彼らの正体にイエスというためだったらどんなことでもするつもりだった。しかしその後メッセージをチェックしてテキストへの返信を常に待っていた。返信に数時間かかったから誰かに嫌われたと思い込むだけだったんだ。僕、返信なんて数日かかるけどね。それが彼らが、私が彼らの返事を間違った方向で読んだか、何かあって受定が変わったりして私のせいだと思い込んでしまったんです。すぐに返信しないことで傷つく人がいるのか、恐ろしい話や。私はそれを知っている、分かっているんだ。それでも心は螺旋を描いて、いつの間にか私は渦巻いて、あなたがまた自分を、また自傷行為をしたのか。それは不健康、それは凶悪概念。まあそれがいいんだというつもりはないけど、少なくともあなたはそう認識している。ソーリー、それはまさに問題。自尊心を学び、謝罪するのをやめよう。現時点であなたは他人の気まぐれで全ての自尊心を置いており、誰かに迷惑をかけたかもしれないと思ったら、たとえそうでなくてもごめんなさいという。私はこれを支払うつもりだ。このままではお店が詰まってしまうから。やらせてくれ。5000円、1000円。パスモだ。スイカじゃない、パスモ派か。いいえ、前に言ったことに加えて、誰かがあなたのために何かをすることを選択するために罪悪感を感じるのをやめてくれ。特に私、状況を考えると、これは事実上セルフケア。ほら、人々はあなたのことを気にかけていて、あなたが友達と築き上げた関係に固執するのは間違ってない。彼らと一緒に過ごす時間を大切にしろ。しかし、あなたには自分自身の時間が必要であり、彼らにあなたの全てを与えるべきではない。さあ、外に出よう。チョコレートコレクション、ファミマに来てたのか。ファミマの自分を変えるのは、言うは安く、行うは難しい。それはそれだけの価値がありますか。調整しなかったわけでもないし、その結果どうなったかも見てみたい。単に役を演じるだけではない、その変化を信じる必要がある。わ、2周年割りバンズル、肉汁煮つもちバオフジュワット肉が本。何が痛いんだ、ここに痛いわけじゃないんだ。後ろの文字までキャプチャーしちゃう。そんなことは言ってない。あなたはここにいたいと思ってるし、それを成し遂げたことには誇りを持つべきだ。それはいいことだけど、人として本当に変わりたい、成長したいならそれで十分じゃないんか。ジュワット肉。景色と共に変えなければ物事は決して良くならない。それはあなたが言うのは簡単だろう。私はそれが簡単な修正だと言ってるわけじゃない。新しい人たちに出会うこと、それは簡単なことなんだ。持ち場オン。それを超えて変化した場合、人生で最も重要な意見は自分自身であることを受け入れる必要がある。それは利己的で、あなたの周りの人々に意地悪をするという意味じゃない。しかしそれは人生と呼ばれるこの全てが実際に誰のためであるかを思い出すことに意味がある。 Doing what? Why are you doing this? なぜあなたはこれをやってんの？どういうこと？ This helping me。 これ、私を助けて。なぜ？ほら、動く必要がある。飲み物を持ってさあ行きましょう。 I think。手に入れる。バッグにしまうこともできたのか。
自分のお金だよね。ありがたいです。信じて。私の年、ね、2周年フワットで、2周年フワット。変な文字が混じっているんだ。自分のお金で好意を持った。俺の金で、私の金で恩を大事にするようなことはやめてくれ。シュアセンクス。じゃあ行こう。歩きながら残りを飲んで。そこであなたに聞きたいことが一つある。何？例えば私たちは新宿まで歩いているんだ。私たちは電車に乗っていたはずだ。みんならすぐ着くだろう。なぜ？なんわからないよ。まだ出発し始めたんだよ。渋谷から。渋谷から新宿ってやばいぜ。原宿も経由するとなるともうこれは一時になるね。どうする？正直散歩はかなりリラックスできる。まあわかる。また特にこの道を歩くといくつかのクールな光景が見られる。何？確かにこの道を歩いてるとオリンピックで使用されたスタジアムの一つを見ることができる。そんなのがあるの？どこそれ？どこそれ？個性的なデザインなのでいつも愛用している。 NHK のホールじゃないん？線路沿いも歩いているので通り過ぎると電車も見える。そして少し登ると代々木公園に着く。新宿に行くと神社の境内を歩く。天気が良ければ正直言って本当に素敵な小さなトレッキングになるよ。さらにストレスに対処するのに役立つ。私は最近それを必要にしている。トレインウォッチング。つまりあなたが私に言ってんのは人を見るだけじゃなく電車も見てるということ。ヒラリアウス。母陽気です。まるでお笑い芸人。いつものように質問を避ける。あなたは地球上で最も迷惑な生き物になる方法を本当に知っていますね。おほほ。私はあなたから最高の習慣すべてを手に入れた。はあ。私はちょうどいじっている。正直なところ俺はただふざけてるだけだよ。正直なところなぜこの道を行くのかちょっと気になっていただけなんだ。ほとんどの日時間があればやる。やるよ。このことが多すぎると落ち着かせるために必要なことがあるんだ。誰もがこのようなことを必要にしているよ。ちょっと公園に寄ってみないか？寄ってみない？公園でなく神社の境内を歩くのは少し遠回りだけど天気いいから行こうぜ。原宿。原宿に着いたらすぐ行きます。ちょっとだけ時間を忘れて遅刻してみましょう。Fine with me。あなたは尻の痛み。しかし時にはそれがいいこと。前の翻訳を試した方がいいのかな。グボ。翻訳を変えよう。ちょっと待って。翻訳を変えた方がいいんじゃない仮説。翻訳変えタイム。フリーズしたらごめんね。こっちは翻訳が OCR が強すぎて裏まで読み込んじゃうから変えるべきだと常さんが言ってました。うまく合わないけどな。4行までしか出ないのか。もっと縦に長くすればいいのに。これ飲み放題って言ってる。これやったら多分画面が変になっちゃうな。
なぜこれは下に引き伸ばしていないんだろう。このぐらいかな。メッセージウィンドウの透明度を変えたい。変えたいね。写真撮ってる。パシャッパシャッ。わーい。原宿で遊んでる。ロカビリー集団じゃない。これ危険だよ。ふみあきさんが怒られた集団じゃないか、これ。違うか。電車に乗るだけで行き先を限定しまうと、こんな風に偶然の出会いを逃してしまうというのもメリットだね。年齢の割に踊りがうまいな。オーウェイ、これが読み込んじゃったのか。ちょっと待って。怒られ。この翻訳もうまくいかないな。こんなに自由なんだな。いや、ある時大学で日本の近代文化を勉強した時にのことを思い出した。原宿シャップファッションの起源やその地域のカウンターカルチャーについて少し勉強したんだ。これらを見るとあの頃の講義を思い出さずにいられない。週末の原宿は街の人たちが自分らしく生きていたんだ。オルタナティブファッション、カウンターカルチャーは人々が歌い踊り生活しているうちに浸透していった。今日その一部があちこちで見られる。かつてのようなものはないけど、かつての一部が見られるんだ。こういうのを見ると本当に昔を思い出すよ。すごい雑踏ノート。引っ越し前によく話していた人たちは、私が日本語を勉強や生活の場として選んだことを見下していた。日本語を話すと見下されてしまうの。1980年代から人々の世界観が更新されていない裏町に住んでいる特権です。友人たちはそれを冷静に受け止め、少なくとも日本も外国も田舎は一緒ということか。価値観は音楽は止まった。他の人たちはまず最初にあの奇抜なファッションがどうのこうのとか、ここでは繰り返したくなるような、もっと怪しいコメントをする。ポイントは彼らがクレイジーな古い日本を見下しているというわけで、その過程は私を見下しているわけです。正直なところ、もっと昔の日本が残ってほしいと思っていた。私はいつもこんな風に誰もいないようなダンスを踊ったり、今の常識では考えられないようなファッションに身を包んでいる人に憧れている。かつてのようにこのようなものが見られなくなったのは残念です。あの革ジャン着た暴走族みたいな連中だ。やっぱ危険だよ。昔原宿が閉店していた頃の大場。原宿の日曜日にはこのような人たちがカセットラジカセを持ちまるでダンスをしていた。でももう本当にそんなことをする人たちのためのスパクとスペースはないんだ。昔より少なくなってんのは当然だ。オーバー。たまに高校生の集団がうろうろしてんのを見かけますが、彼らはとても自信に満ちている。上の世代の時代遅れの考え方を否定しながら、自分らしく生きている姿はとても素敵だ。しかしその価値世界観を表現する場がなくなってしまったのは残念だ。路上じゃなくなっただけだよ。こうして話していると古風に聞こえるだろうね。高校生のグループについて5年前の私ではないように話している。大丈夫、お気遣いなく。でもすごい確かに楽しそう。つまりスペースは完全になくなったわけでなく、オンラインに移行しただけなのです。大人くなったのは仕様なのか。怖いよ。友人たちが一緒に TikTok を録音しているところに偶然出くわすところが、今の時代にの一番近いところだろうか。TikTok はスマホの画面上にしか存在しないけど、私の孤独のせいかもしれないけど、それが残念で仕方ない。私は画面を通じて人生を生きてきた。そのおかげで人生の最悪な経験を助けてくれた多くの人々に出会うことができた。ネット上の空間は何にもかけがえのないものです。
音でもインターネット上に歪んでしまった自分を憎まずにはいられない。ソーシャルメディアに頼らず自分らしくいられる空間がもっとあれば、人とのつながりがもっと増えるかと思うのに。ネットにアップするまでもない、誰もいないところで踊りながら自分のことを知ることができるなんて最高じゃないか。こんな空間があれば、こんなに自分を嫌いになることはなかったのかもしれないけど、6年前には多分一人もいなかった。動き続けよう。見せたいものがあるんだ。何を見せてくれるんだ？すごい集団がいた。撮影をしている。説明を頼む。お願いします。ただ歩き続けて。OK。でもこのまま私を秘密にしておくなら、せめて私の質問に答えてほしい。トリックして、私の質問に答えてくれることが条件だ。じゃあ全て話すよ。じゃあ取引。それで解決だ。歩き出して、ある程度進んだらゆっくり話ができるかもしれない。そうでなければ、あなたが友達の友人との待ち合わせに間に合うかどうか疑問だ。ファインバイミー。オッケー、これで十分だろう。何を聞く？なぜ戻ってきたか。なぜ戻ってきたんだ？もう言っただろう、自殺したいからだ。自分が嫌いだからだ。お前が自分を嫌いになってるからだ。そしてすでに話しているように、一ってどこから読み取ってるんだ。この翻訳も弱いな。難しいね。私が去ることはなかった。本当に理解してないんだな。確かに、私は毎日話しかけられることはなくなった。でも私だって、俺だって毎日話しかけるのは迷惑だと思う。俺は、お前が必要な時にここにいた。あなたが、お前が成長する過程で、誰もお前の本当の姿を見ることができなかった時、俺がそうであった時。今日はその時以来、あなたがより積極的な介入を必要とした最初の時だった。だから戻ってきたのか？俺が言ってんのは、私はただのボイ。もう一回言ってみろ。OK。私がだから戻ってきたんだよ。その声になるために。口は仲良しだったんだよ。と言えるかもしれないな。Then you left。出て去っていった。助けてもらったんだ。翻訳ちゃんが、あなたが支えてくれたのは、あなたが長年その考えを書いていたから。あなたは松葉杖だった。擬人化された。クローゼットの中で世間や家族、自分を表現できないコミュニティと向き合い、いざやってみると敬遠される。私があなたを一人で戦わせるつもりはなかった。俺がお前を。時が経つにつれて状況は変化した。6年前に起こったことの前にも、私たちは成長する過程で激動の時代を経験した。大人になりにつれて、ようやく自分らしくいられる友人を見つけることができた。ある事件の後、あなたはセラピーを受けた。お前が切実と必要としていたサポートネットワークがついに手に入った。私が去ったことはない。俺が去ったことはない。あの後、あなたが必要な助けを積極的に求め始めてから、
漏れなしで自分の手立てるようになったんだ。だから俺は不祥にたがり、自分がスプライトが浴びれるようになったんだよ。昔はよくゲームをしていたね。どのゲームをやるかで意見が分かれることが多かった。俺は自分の考えを、何か子供ながらにそのことで私を壁に置いてった。正直言ってかなり笑えたな。確かに空想上の友人と口論していた。みんなは私がおかしくなったと思っていた。しかし考えてみろ、それはかなり愉快な逸話。将来のパートナーにそれを話すことを考えてみて、もし付き合ってる人がポケモン5時にしている、あれにしている、いや違うな、多分 E に最初の上にあれがついてるから5時文字があれしたんだな。あるいは愛おしいと思われるかもしれない。ポケモン強調のあれがついてるやつだからだね。あとあいつもカードゲームで私を心回らしたね。それがきっかけで結果になることもあったよ。私があなただからといってあなたを勝たせるつもりなんてなかった。私は負けず嫌いなんだ。もちろんいい思い出になったね。何度言えばわかるんだ。私があなたを見捨てたわけじゃない。仲間を見つけ助けを得た18年後、彼らは私の役割を奪った。だから私は遠くからあなたをサポートすることを選択したんだ。18年後、彼らは私の役割を奪った。だから一人は遠くから。18年後、宇宙船を建造した。無情にも宇宙に放り出されてしまったので、物資がなくなれて、酸素がなくなったんだ。宇宙の黒煙を中のをどうやって止めるの？それはできない、無理だ。じゃあ何の役に立つんだ？そう。長くなりそうだ。飛ばすしかないのか？もう大丈夫です。さあ行こうぜ。大体分かったよ。私の番だ。俺を誰だと思ってるんだ？私そのもの。言うわ、あなたは私だ。うちなる声ではない。そのような考えが頭によぎった時には自殺した方がいいと形に語りかけてくれる存在でもない。腕や足と同じように私の一部そのものだよ。指摘ですね。そしてあなたは正しい。そして間違ってる。何？私はあなたの内なる声であり、またあなたと同じようにあなた自身でもある。どっちも不正解だったわ。私はあなたの暗い衝動をやりたいけどできない。失った機会や経験しなかったこと、これからも経験する機会のないことへの後悔。私は死んだ方がいいという声であり、この狂わない地球とつながっていると感じられるのはそれしかないからと、自分を傷つける声でもある。しかし私は自分性のポジティブな部分、長年にわたって覚えている小さな親切の瞬間、やめなさいという声や自分を心配してくれる人たちのことを生み出されるような声もある。しかし私は人生のポジティブな部分、一緒だった。辛くても進みたくなくても人生を生きる価値があると教えてくれる人。だって続けなければ良くなるかなんてわからないじゃないか。そう、つまり6年前あのトラウマとその思いに介入することを選んだのは私なのです。トラウーマ。私はその時あなたを崖っぷちから救い出すために引き継いだ人間ですが、もうその人間には戻れないと伝えるためにここにいます。私はその時、6年前あなたを自分から守った。周りからダメージを受けたから前に進むことができたんだ。その思いが強くなりすぎた時、私がその痛みを和らげてくれた。あなたが多くのことを経験したから、私ができることは最悪な事態からあなたを守ることくらい。だから私はその辛い思い出を受け止めて閉じ込めた。
幼少期のトラウマの目を見ることができるほど、強くなった時に向き合えることもある。この人は私の最悪の敵にしたくない。たとえ私があなたのそばにいなかったとしても、あなたの安全を守るためにあなたの中にいます。でも私はあなたの人生を左右する恋というわけじゃない。あなたが、私はここに立ってあなたがいかに偉大な人間であるか、あるいは恐ろしい人間であるかを語ることができ、一人はこの世界の美しさ、あるいはあえて異なる人間に対して与えられる残酷な憎しみを思い出させることができる。このところ私自身はこの世界が最も弱い人々の肩に無慈悲に押し付ける傷や憎しみの全てを思い起こさせる存在である。私はそもそも私を存在させた全てのウルトを思い出せる。URT、どこのこと、ハート。痛みを思い出せる存在。私は毎晩あなたを眠らせない声で、家族があなたのクイアネスを拒絶してんのを思い出せるのです。クイアネス。私はあなたが直面したいいじめや、あなたのような人種が世界から少なくなるのであれば、他の人があなたを殺すのをためらわないという脅威を思い出している。つまり、私は自分の中でバランスとして存在している。陰と陽、黒と白。陰陽。私はあなたが知っているすべての良いもの、そしてあなたが恐れているすべての悪いもの。だから戻ってきたんだ。私はあなたが怖くて口にできない真実や自信のある瞬間に残る疑念を語るあなたの中の声である。陰陽。陰陽。私が成長するにつれ毎日毎日、あなたが穴の中に押し込められ、その中で息苦しくなるように、毎日あなたと一緒にいた。その痛みとバランスを取り、別の視点で提供できる存在が必要だった。この場合、すべてが失われたときにあなたに希望をもたらす必要があった。希望とは何か、痛みとは何かを知っている。だから今日は皆さんの前に立つ私は、あなたの前に立つ私はその気持ちをどう扱うか、指示するのが仕事じゃない。自殺したければどうぞどうぞしてください。あなたを止めることはできない。あなたに疑念を抱かせることはできる。あなたがそれを全て進めると失うことになる全てのものを思い出させることができる。しかしその最終的な判断はあなたがする。私はその暗い希望に満ちた閉塞的なアイデアの顔でしかない。ただの声、ちまちましたものです。シミング、ちょっと来てくれ。酒、日本酒はこれ 何度も歩いたことがあるだろう。2クリックを押してセーブができるよ。セーブ、はは。あとどれぐらい。どれも日本や米の産地、作った人をイメージさせるような凝ったデザインです。確かに考えたことなかったわ。読めないや、これ。これとこれ違うよ。なんだこれ。彼らの目的を果たし、その世界の人々を見ることができるように、ここにオープンな状態で立っている。毛が生えた黒。なんだろうね。日本酒には2つの目的がある。まずは宗教的なお祭りや活動のために物理的な目的を果たす。そして精神的な貢ぎ物としてここに立つ。宗教家にとってそれは象徴的な意味を持つ。その真の力は内面にあり、目に見えないものである。しかし多くの人々にとっては観光客が取る綺麗なものでしかない。今日ここに立っているのは、あなたが今日ここに立つ権利を得るために戦った20年間の物理的な証である。一方、あなたは肉体を表すなら、私は精神的なもの。ほとんどの人は物理的なものしか見てない。あなたが周りの世界に投影する顔。しかし精神的なものと物理的なものが一緒になっていないと、目の前にあるものは同じ意味を持たなくなってしまう。お酒、ここにあるお酒がもう自分を象徴しているというの。私たちは同じ問題を抱えた汚れたコインの表と裏の関係にある。そしてあなたが誰であるかを理解するためには、私たちの両方の物語が必要なんだ。それはあなたが自在するのを止めることはできない。バルソ、
Also、あなたを貯めるためにここに来たんです。私はただここで自分の一部を忘れ、自分を丸ごと作ってしまうような話をしただけなんです。あなたは諦めない。どっちもどっち。そういえば私の最初の質問に答えてくれたのは、You never だった。最初の質問には答えてくれなかったですね。なぜ自殺したいのか。走るのに疲れた。もう誰も傷つけたくない。I don't want to hurt myself. 誰にも。これ以上自分を傷つけたくない。自分を傷つけたくないからさ。何があっても、店の、どんなことがあっても店の窓に映った人。猫や鏡に映った自分の姿が憎くて仕方がない。猫。そしてその痛みに耐えながらこっちへ開ける。自分を傷つけなぜ痛むのかと思う。私は他人を傷つけなぜ報復されるのかと思う。世界が嫌いでなぜだろう。もはやその美しさを見ることなんてできない。そしてその中には決して消えることのない痛みもある。もう自分を責めるのは嫌だ。他の全てを試した結果、それが唯一だと感じた。眠ってる時、私は感じます。I'm full 気分がよく感じる。もしかしたら二度と起きないうちに私は自由になれるかもしれない。でもまだやってないから死が怖くて続かないと思う。情けない。右往左往しすぎて、生きるのも怖い、死ぬのも怖い。まともなことはできない。Heart doesn't it.痛い。止められないのか ?Never complete, 決してできない。もしその傷から解放されないとしたらどうすればいいの?なんで悩むのか?覚えてる?死ぬべきなのか?したいの?それがしたいの?死にたいの?わからない。時々。あの時はそうでもないんだけど、その過程で傷つきながらも生きる理由が見つかるかもしれない。もう一つ聞きたいことがある。なんだ？もし次のステップを踏んだとしたら、内省的になってこの気持ちを理解しようとした、自分探しをしたりした、そのブランケットをひっくり返して何も見つからなかったら、じゃあ自殺しろ。それがお前の選択だよ。でもどっちが悪いんだろう。今の自分が好きになれないのと、今の自分が嫌い続けるのと。もしかしてできるんじゃないか。テキストのあれがなかったわ。今どれぐらい行ったんだろうね。No.ビル見えた。都庁?都庁ですか?都庁ってこっから見えるんだ。オシエルがバグった。どうしよう。ウェル。だってもうすぐあなたの友人たちが待っているはず。東京総合病院に着いたよ。ありがとう。今日のところは。お付き合いいただけると嬉しい。以前は自分にあまりに環境だった過酷だったのかもしれない。 Hey, you good? おい、大丈夫か？私ができるのはここまでだと思う。何？ This is it. 都庁、大都庁。この服が OCR を拒否する。So you are leaving. もう行くのか? Guess so. そうだ。あ、OCR を受け入れないよ、これ。そうだ。最近大変なんだ。あなたを見てるとわかる。
しかしあなたは締め付け続け、押し続け、そして遠くまで来た。そのことに誇りを持て。長い間自分のせいにしてきてからこれが真実だと思い込むのは簡単なことだ。誰も傷つかないし、みんな間違いを犯してる。たまには自分を責めてみろ。なぜかグッバイに聞こえてしまう。グッバイ。今日が終われば何があってももう会うことはないだろう。せっかくの機会だからもっと楽しもう。どういう意味だ？つまり私の恋は、ちまちましてる。ちっちゃい。そして私の恋は何の影響も与えない。できないことを言うだけ。あなたの決断をコントロールすることはできないよ。こっからどう生きていくかあなた次第。私は一人でできる範囲であなたを連れてきた。No! やるかやらないか、諦めるか降参するか、今日も他の日も誰もあなたからその選択を奪うことはないよ。それがあなたの武器であり、あなたの力。他の誰のものでもないよ。自分の運命を左右する力。賢く振りかざせ。渋谷についに聞いたのか？ Hey, wait, 待って。行ってしまったのか？ここがそのシーンだったんだ。繋がったな。待って、お願い。なるほど。繋がったわ。何をしていいかわからない。私のことを理解してくるのはあなたしかいないから、私のことを教えてくれ。もう答えは分かっているだろ。アフターオール。全く。私がすべきことは、友達に会うだよ。Don't meet なんてできないよ。Meet your friend。 もちろんそうだろう。彼らには単純なことはない。いつも騒がしい。私は動き出すべきだと思う。 Congratulations。 やった。直感でドラマティックな展開になるほどと思いました。 I try my best。 私はベストを尽くした。 Thank you。 少なくともあなたは努力している。もったいない。それはそれで良い精神状態だと思う。これがオリジナル曲なの。音量がでかいけど、ヘッドホンをつけて聞いてねと言ってたよ。わーい、ご褒美ソングだ。オリジナルかどうかは分からんけど、もちろんそうです。新しいことをするのは決して簡単じゃない。その通りになったな。悔いのないようにより良い。トグ、後悔せずに続けた方がいいよ。背筋を伸ばして、その次の一歩はあなたのものだ。分かってる。さあ、風邪をひかないように気をつけよう。一歩一歩進んでいくしかない。一歩ずつ。今なんか入ったよ。コンバッセーションウィズゼム、タイトルだった。新宿に来た。ワンステップアットアタイム。一度に一秒ずつ、一度に一歩ずつ。わあ、終わった。なんということ。これが新宿都庁なの。もしここで Don't meet your friend をしたらどうなんの。電車に飛び込んじゃうの。こっちを選んだの。自分自身を選んだの。というわけで、この計画は中止になった。うわあ、あなたが帰ると思ってた。様子を見てたんだ。
すみません、一つだけ言わせてくれ。今日はあまりに多くて。私が限界に達してしまったのかもしれない。またそれをすでに作ってる。本当に無理、ごめんね。謝る必要はない。理解しろ。理解して。したくないわけではない。ただ、私はこんな姿を見せるわけにはいかない。誰にでも自分自身のために時間が必要だ。一歩下がっても恥ずかしくないし、相手もきっと分かってくれるはずさ。でも、多分ね。つまり彼らは確かにがっかりするだろう。でも無理をして、罰が悪くなってしまうのはもっと悪いかもしれない。例の曲が来た。次はどうするんだ？私が言ったことを引き受けられると思っているのか？知らない。わからない。でも、やってみるよ。それがスタートだ。グッドラックアワーゼア、頑張ってくれ。頑張れ。ありがとう。Anytime friend。 いつでもいい、共に。グッドラックアワーゼア、頑張ってくれ。終わった。そんなゲームだった。東京歩いたな。ストロングゼロを飲みながら。ストロングゼロ飲ましてしまったわ。